帰宅部からするとマジで居残りだりーな。俺は星宮前、おそらく普通の高校生だ。もちろんその辺にいる陰キャオタクだぞ。今日は委員会の仕事で、日が暮れる頃にようやく帰路についていた。そして校門前には俺を待つ女の子が。そんな子いねえよ、うるせえよ、黙れよ、もうおっちいなのね。何脳内で歌ってんだか、どうせなら歌を使えよ。俺はそんな悲しみとともに足を動かしていった。あ、そういえば野菜減ってたな。スーパー寄っておっか。俺は横に見えるスーパーを見て思い出した。俺は自炊できるんだぞ。で、そんなこと自慢して何になるんだか。どうもググって出てきたレシピを見て作るだけのやつです。そういえばさっきから俺は誰に話しかけてるんだか。そんなことをつぶやき、信号が青になったので渡ろうとしたとき、なんかものすごいスピードで車来てるなぁ。プリウスかな。危なそうだったので俺は下がった。しかし、な、隣にいた小学生がもう横断歩道を渡り始めてしまっていた。だがこの距離なら漫画とかである主人公だけ死亡パターン回避できる気がする。そもそも俺は主人公でもなんでもない。よし、普通に助けて普通に注意したろ。それからその車を通報だ。そして俺はその行動に出た。危ない。その子は俺に押された勢いですぐに渡り切った。あの子の安全確保よし、あとは俺も下がるだ。あ、俺の体は車と衝突し、宙を舞って地面に衝突した。体は一切動かない。全身が悲鳴を上げていて声も出なかった。何やってんだ俺。まあやらなければ後悔するだけの話ならこれでいいか。俺、助からないっぽいな。ああ、まだ親孝行もできてない。弟と姉に今日の晩飯を作ってあげられてない。後悔なんてどんな選択肢を選んでもあるものなんだな。これが夢だといいけど、さすがにリアルだということを実感している。そして、俺の意識はそこで途絶えたのであった。ここ派だれ。ごめん、あれの動画撮ったんだけど。さて、本題に入ろう。切り替え早。俺死んだはずなんだけど。あ、もしかして異世界転生とか。はい、残念違います。よっしゃが、おじん、そんな君に朗報。切り替えあげます。やったぜ。いやいや、死人が生き返るとか家族からしたら恐怖でしかないからやめてくれよ。いや、君の意識不明の重体ってところだよ。今俺が延命させてるとこ。そもそもあんた何者。神です。神ね。マッサペーサーやのロット。まあ要するにあれがあなたを運よく生きてたってことにしてあげます。もちろんそれって何か条件があるんだろ。条件というよりかはおまけ、君も喜ぶよ。え、なになに気になる。それは君が退院した次の日のお楽しみね。ってことで早速だけど生き返る。もちろんさ。よし、じゃあまたね。お楽しみの説明はその日になったらテレパシーってやつでやるから。そして、俺の意識はそこで落ちていった。わ、目が覚めるとそこは病院だった。不思議なことに体の痛みはなくなっていた。というか換気してるっぽい。誰もいない、しょぼんと思っていたが、廊下から誰かが走ってくる音がした。どうやら医者のようだ。はあ、はあ、本当に起きてる。奇跡だ。驚いた様子でこちらを見ていた。星宮さん、お体の具合はどうですか。ああ、なんか普通に動かせますね。あとお腹が空きました。今から検査させてほしいんですが、よろしいですか。はい、お願いします。その後俺は検査を受け、異常なしと判断された。医者からも本当に運が良かったと言われた。ほとんどの臓器がやられていたが、突然運よく俺に合うドナーが見つかったらしい。いや、どんな奇跡なんだよ。でも神ってすげえや。その後弟と姉が毎日見舞いに来てくれた。しかし肝心の両親がいない。弟から聞いた話では、どうやら仕事が忙しくて来れないらしい。まあ俺が意識を取り戻す前、休みの期間だったから毎日来てくれていたらしい。それなら許してあげるか。それにしても未だに両親の仕事聞かされてないんだよな。まあ時が来れば話してやるよって言ってたし、その時を待つか。俺を引いた車は案の定踏み間違えプリウスだったらしい。いや、よくないよ。
加害者からはもちろん治療費をもらった。そして数日が経過し、俺は無事退院した。おお、久しぶりのマイホーム。あったかーいわーがやーが、まあエミーやるー帰りたいところだが今夏なんだよね。そして俺は家に入った。ただいま。知ってた俺一人。今金曜日のお昼です。両親は仕事へ、姉は大学、弟は高校で絶賛勉強中でございます。暇だ、暇だ、よと、う、すべ、き、あ、誰も俺の歌なんて求めてないよね。そういえば高校から連絡関係の封筒が来てるはず。俺の部屋かな。ということで俺は自分の部屋に向かった。部屋に入ったわけなんだが、課題と部屋の掃除という暇つぶしができました。最悪だね。ミルクリント多い、めんどい。最悪だね。まああれくらいとなれば入院中に溜まってた課題なんて今日中に終わるかボケ。まあ今日のところは半分終わらせて、あとは掃除、晩ご飯の用意などなどして。あ、疲れた、眠い眠いね。お姉さんと港に話するのは明日だ。寝ます。あ、港は俺の弟の名前って。おい、ああ、朝か。そういえば俺って本当に事故に遭ったのか。夢だったのかもしれない。でも課題の山を見てすぐに現実だったことに気づいた。あ、そういえばあの神が退院した次の日におまけをくれるとか言ってたな。ものかな、それともなんか SF でよくある能力とか。まあものだったら探すとして、まずは顔洗いに行くか。そして俺は布団から起き上がった。なんか体がやけに軽いな。痩せたっけ。そんなことを疑問に思いつつ、俺は洗面所に向かった。今こう思いましたよね。何この殺風景な洗面所は。なんでかは俺知らんよ。でもこれが普通だって自分に言い聞かせる誰かがいる気がするんだよ。姉さんは大学で、港はまだ起きて。おいおい、退院から速攻風邪にかかるって。風邪にしてはやけに声が高すぎるような気もするが、気のせいだろ。そして俺はうがいをしようとして顔を上げたとき、くは、俺は水を拭いてしまった。だってそこには、あんたたれー、ガチで自分だよこれ。あ、思い出して下を見てみる。まな板もっと入れてたはずなのに勝手にお山もっと入ってる。冒険ギャラクシア、お亡くなり定期。おい、クソガビゴラ、どういうことだゴリラー。違う、ゴラー。おい、全裏声出て喜んだからってそれは近所迷惑だろ。もしかして全の彼女さん。ちげえちげえ、ユアブラザー全、お前の兄貴だよ。ってことは俺狙いの不審者。イケメン自覚野郎ぶっ飛ばすぞ。なら全である証拠見せろよ。まあどうせないから。ってことで携帯と。待て待て、あるぞ、もやし。あ、マジで全だ。セカンズ。Later. 裏声出せるからって助走始めた。にしては俺より身長低くなってるじゃん。やったぜ。ぶん殴りたいこの笑顔。マジの美少女になったの。あれはあるし、あれはないからマジっぽい。元に戻る方法とかないのか。は？なんでだよ。というかこれお前の仕業だろ。元に戻しやがれ。我の死にで女体化した男子高校生はどうなるのかってことで人間観察させてもらう。ってことで頑張れ。は？あの神正気か？もうクソペーパーって呼んでやるしかないや。そんなことでため息をついていた。全、突然ため息なんてどうした？あー、悪い。元に戻る方法は現状わからない。とにかくこの体でこれからどうするか考えていかないとな。そうして俺の女体化生活が始まってしまうのであった。始まってほしくなかったんだよな。